いい位置だな。いつでも行けるぞ。当てればダメージになりそう。あれはこうやって使うのか。今だけね。人に向けて撃っちゃダメだよ。はっ、せっ、やー、それ、え、敵の攻撃が来る。みんな備えて。ノアールが瀕死状態だ。誰かフォローしてくれ。敵だな。気合い入れていけ。よし、ボロ、ノーアール、続けて決めた。うまくいったね。やっ、これで終わり。みんな、クラッカーでか。こいつはもう狂気だな。私にやらせて。レッツショータイム。ショーター、やっちゃえ。激怒してる相手には面倒が効果的だ。打ち込んでやれ。やっ、ノアール退却。手当てを頼む。はっ、よっ、ちょっと動く。やるぞ。敵の攻撃力が上がってる。共に食らったらヤバいぞ。みんな気力が減ってるな。無理は禁物だぞ。こいつ手強い。気をつけろ。やっ、ゾフィーうまいぞ。その調子でガンガンやっちゃえ。こんなもんだ。そこか。やっ、はっ、気をつけて。邪魔だ。華麗に避けたな。ソフィクイーン撤退。回復は
受けて。まれだな。ソフィーが戦場を離脱。招待。誰か回復できないか。ピクシー。くらえ。おお、やるじゃねえか。シルキー、モコイ、アンドロス、モコイ、アンドロス、アルセーヌ、バイコーン、くらえ。お、すっげえな。さっ、強敵だぞ。ジャッキーの疾風を狙ってけ。ジョーカーの追撃がヒット。はっ、来い。くらえ。弱点にヒット。さすがは怪盗団のリーダーだ。はっ、ルカ。行くぞ。いただいていく。ジョーカー、体力大丈夫か。はっ、せい、せや。ジョーカー、強敵を撃破。さすが。新技習得、早く試してみたい。気力が。研ぎ澄ませ。おい、なんか気になるもんがあるぜ。これが観覧車の操作盤か。ナビ、動かせそうか。また電気足りねえとかねえよな。その心配はなさそうだ。電力なら十分確保できてる。もしかしてさっきの電源はこの観覧車にもつながっていたのかしら。じゃあちょうどよかったね。あとはお願い、ナビ。よしよしよし、観覧車よ、動け。これで牢獄島に突入できるな。貴様ら何者だ。お前が守っているものをいただきに参上した。そいつを倒してコアゲットだ。ソフィーの気力が持たない。あんまり無茶すんな。スマッシュ。ジョーカーかっこいい。頼りにしてるね。よし、ミッション達成だな。最後のコアは CD だね。あ、これ知ってる。よく CM で流れてる曲だね。売上ランキングもずっと上位のアリスの代表曲。その人気もインチキ改心で手に入れたってことかよ。これで全ての動力源を潰せたはず。そうだな、邪魔なサーチライトは消えたと思う。ようやくアリスの王城に潜入できるな。すぐにでも向かうか。ああ、一刻も早くアリスを止めないと危険だ。スクランブル交差点に戻って王城に突入するぞ。なんか騒がしいけど、どういうことかな。それが地下に落とした奴らが舞い戻ってきたらしく。この前の子たちが仕返しにでも来たってこと。願い出ないんじゃ用ないんだけど。
ていうか、そのくらい自分たちで対処できないんだ。申し訳ありません。君たちってほんと役立たず。頑張んないと処分しちゃうからね。で、手は打ってるんだよね。頑張ります。うん、楽しみにしてる。意外とやるじゃん、ジョーカー君。なんだか欲しくなってきちゃった。数のシャドウだわ。クソ、どうなってんだよ。これじゃ城まで行けねえじゃねえか。せっかくサーチライトを潰したのに。あちこちで暴れ回ったからな。アリスに警戒されたか。マビ、どうにかならないか。簡単にはいかなそう。今はどうにもならん。ここにいても囲まれるだけね。ジョーカー、どうする？仕方ない。一度現実に戻って対策を考えよう。すっかり遅くなっちゃったね。どうするよ、あの壁なんとかしねえと。いや、差し迫った問題が別にある。腹が減ったって、そこかよ。もうちょっと真面目に。あ、いや、確かに腹減ったな。まずは食事にしましょう。栄養取らなきゃアイデアも浮かばないよ。食事か。店探すぞ。すまないソフィア、すでに私のターゲットは決まっている。ソジロのカレーが食べたい。きっとみんなにもご馳走してくれるぞ。本当かそれは。もうマスターに甘えすぎよ。いつもご馳走になってるんだから。やっとあれるか。なんだ、喧嘩か。どいつもこいつも人バカじゃって。まあまあ課長。ちょっと君ら、道開けて。ただの酔っ払いかよ。なんだガキども、こんな時間に。なあ、そこのセクシーなお姉ちゃん、おじさんの相手もしてくれよ。ちょっとやめてください。やろってのか。ちょっと君ら、反抗的な態度取んないでよ。あ、そっちが突っかかってきたんだろうが。このガキ、俺様が礼儀ってやつ教えてやろうじゃないの。いい加減に。はいはい、その辺にしとけって。なんだてめえ。なんつうか、通りすがりの正義の味方です。な、何この人、うさんくさ。何が正義の味方だ、ざけんな。俺おっと、急に転んでどうしました。いや、なんか一方的にぶん投げてたし。いやいや、百歩譲っても正当防衛だろう。ちょ、なんだお前、警察呼ぶぞ。俺がその警察だ。分かったらさっさと帰りな。え、警察。
ませんでした。あーこら、こいつ置いてくんじゃねえよ。なんつう薄情な。まあそのうち目覚ますか。よお嬢さんたち、大丈夫だったか。いいってことよ。善良な市民を守るのが俺の仕事でな。気をつけろ、この男おそらく公安だ。お、察しがいいな。ま、監視を知ってりゃそりゃそうか。ちなみにそこにも一人いるのは気づいてたか。バカ野郎、何考えて。悪い悪い、この酔っ払いの本を頼むわ。はあ、何なんだこいつ。怪しみ 200% 超えだな。その公安が私たちに何の用。そう怖い顔するなよ。ちょいと事情があってな。お前と折り入って話したいことがある。コーヒーでも飲みながらどうだ。そこはカレーも絶品でな。ごめんなさい、私たち警察が嫌いなんです。笑顔で言うな、笑顔で。で、警察が何の用だよ。用があるなら早く言ってください。分かった分かった、前置きはなしだ。本題に入るとしよう。俺は長谷川善吉、警視庁公安部に出向中の捜査官だ。階級は警部補、それなりに偉い立場ではある。警部補って偉いんだな。オーケー、覚えた。あ、どっから声した今。まあいい、お前に聞きたいことがある。先日テレビ番組の中で柊アリスへの告白騒動があったのは知ってるか。お前この流れでよくその情報出すな。素直すぎないか。まあ、わけあって一応あれにも調査が入ったんだがな。事前に MC があんなことをしでかす様子はなく、アリスに特別な感情を抱いていた形跡もない。居合わせた女性 MC と先週婚約したばかりだったらしいしな。そもそも動機がない。で、警察は今こう考えてるわけだ。心の怪盗団による怪心事件なんじゃないかってな。怪心事件ってまさか。去年よく似た事件がたくさん起きたよな。人格の表現、異常行動、精神暴走。怪心事件となれば容疑者の筆頭はお前だ。心の怪盗団のリーダー、薬か催眠術かわからんが、テレビ局に対する威力業務妨害ってとこだな。このままだと遅かれ早かれお前は逮捕される。いや、なんで。ふざけるな、何の証拠がある。ふざけちゃいないが、証拠はまだない。だから話を聞きに来たんだよ。で、ぶっちゃけどうなんだ。は？犯人はお前なのか。なわけねえだろ。だな、まあ俺もそう思ってたわ。ちょっと待ってろ。あ、もしもし、管理官。今怪盗団のリーダーと一緒なんですが、聞いたところ犯人じゃないそうですよ。ええ、冗談。いやいや、至って大真面目で。いいから帰れ。わかりました、すぐ戻ります。ってことで上司の説得を試みてみたんだが、お前がシロだって話信じてもらうのは難しそうだ。今の電話
当に。やべえ、何なんだこいつ。結局何が言いたいのかしら。いくら冤罪だと主張してもお構いなしに逮捕する連中がいるってことだよ。そうなったらお前も困るだろう。俺も事件が解決できなくて困る。そこで提案だ。俺と取引しないか。取引だと？俺は事件を解決したい。そのためにお前の持ってる情報が欲しい。今は解決の糸口さえつかめなくてな。ぶっちゃけ困ってる。そしてお前は逮捕されたくない。そうならないように警察に手を回してやる。どの組織も身内の話は信じるもんだ。効果は大きいぞ。お互いに協力できると思わないか。えらく嫌われたな。ま、お前がやられたことを考えれば当然か。お前みたいな怪しい野郎の言うことは簡単に信用できねえな。能ある鷹は爪を隠すって言うだろう。俺もそういう口だからよ。自分で言うか。普通どうする。この男が信用できるのか見極めてから返事しても遅くないぜ。しかしよく泣く猫だな。にゃー、にゃー。ま、答えは今すぐじゃなくていい。しばらく考えて返事をくれ。いい返事を期待してるぜ、怪盗団。それじゃあマスター、またカレー食べに来るんで。悪いが品切れだよ、あんたにはな。なせっしょうな。なんなのあいつ、言ってることむちゃくちゃだし。何本かネジの飛んだ男だったな。長谷川善吉、名前と似合ってなさすぎだ。でもあの人の言ってることが本当だったら本気で逮捕されちゃうってことか。くそ、何が取引だよ。ただの脅しじゃねえか。でも問答無用で逮捕されるよりはマシよ。罠かもしれないけど情報がないよりはね。ああ、警察が動いてるって分かっただけでもあの刑事と話した価値はある。問題はあの刑事がどこまで信用できるかってことだが。そうだな、信用しすぎるのは危険だ。ねえお前ら、今度は何しでかしたんだ。な何もしてない。ソジロは心配しなくていい。アリスってやつのことだろ。あの告白騒ぎがお前らの仕業だって疑われてる。そんなところか。はい。てか濡れ衣なんだよ。悪いのは全部アリスってやつで。ごめんなさいマスター、また余計な心配をさせてしまって。お前ら悪くねえんだろ。だったら堂々としてろ。濡れ衣は自分たちで晴らしな。おじさま、ご主人の言う通りだな。何かあったらいつでも協力はするからよ。ありがとう宗次郎。まずはアリスのことを何とかしよう。刑事の件はその後だ。アリスが真実を語れば我が輩たちへの疑いも晴れる。そっか、そしたら取引とかいらないもんね。しかし肝心のアリスの城にはこのままでは近づけないぞ。あの隔壁が厄介だな。何か困ってるか、力になるぞ。あの隔壁を開ける方法を考えてんだよ。それは私にも難しいな。双葉のハッキングはどうだ。隔壁につながった端末でもあればそこからどうにかできるだろうけど。
端末？操作パネルだったら隔壁の裏にあったぞ。何？マジか。以前通った時に記憶した。間違いない。んなことよく覚えてたな。さすが愛で動いてるだけあるぜ。 AI だ。誰と話してる？また増えたのか。気のせいだ、総次郎。たく、人の店をねじろにしちまいやがって。俺はぼちぼち帰るからよ。戸締まりは頼んだぜ。あんまり遅くまでやるんじゃねえぞ。ラジャ。ま、ほどほどにな。問題はどうやって双葉を隔壁の向こうへ連れて行くかだな。何人かで協力すれば登れないかな。無理な高さじゃなかったと思うけど。その間に敵に囲まれてしまうぞ。サーチライトもあったしな。誰かがおとりにでもなって警戒網の穴を開けるしかないか。おとりってな。危ねえ役できるやついんのかよ。おとり役、おとり役か。さすがだぜ。お前ならそう言ってくれると信じてた。大立ち回りを演じてシャドウを目いっぱい引きつけてくれ。だけど危険なのは確かだよね。誰かサポートは必要じゃない？私がサポートする。先行して敵の一団を引き離しておく。そしたらお前の負担も減る。オーケー、無理はしない。よし、作戦はこれで決まった。あとはチーム分けをするぞ。いいか？仕事の時間だぜ。みんな、分担は覚えてるな。私とリュウジとモルガナがサーチライトの破壊だね。任せろよ、速攻でぶっ壊す。双葉がハッキングを仕掛ける間、俺とマコト、ハルが護衛する。シャドウは一体たりとも通さないわ。だから安心してね。オッケー、こんだけいりゃ100人力だ。必ず隔壁を開けてみせる。私は敵の第一波を別の場所に誘導、しばらく連れ回したら戻る。頼むぜソフィア。だが無理はするな。分かってる、無理はしない。そして作戦の鍵を握るのがお前の大立ち回りってわけだ。派手に頼むぜリーダー。行くぜお前ら、アリスの城への道を切り開くぞ。
感じだ。だがさらにポチッとな。完璧だったぜ、ジョーカー。陽動から戻ったぞ。作戦うまくいったみたいだな。おう、ソフィーもお疲れ。あとはアリスの城に突入するだけだ。ここからが本番だ。シャドウを片付けて705に突入するぞ。ジョーカー、体力大丈夫か？うまいぞ、ジョーカー。ナイス、いい動きだったわ。これだな、これだ、それ、これだな、これだ。いや、来い、アルセーヌ、ジャックランタン、食らえ、チャンスだ。カエンが作戦だ。こんなにいっちゃえ。ふっ、せい、ふっ、せい、終わりだ。敵の攻撃力が上がってる。まともに食らったらヤバいぞ。今だ。あれを使う気が力を貯めてるみたい。能力変化に気をつけて。シャドウの全滅を確認。よし、これで邪魔者はいなくなった。隔壁も開いたぞ。今のうちに潜入だ。早速行くぞ。それ調べてみるね。陽動作戦はうまくいったようね。一気に敵の懐に飛び込むよ。シャドウの気配がする。まだ警備が残ってたか。手早く倒して先に進むぞ。隙ありだ。いいぞ、この勢いで突き進んでしまえ。追い詰めた。このまま片付けようぜ。かわいいな。このサーチライト、まだ生きてる。これくらいなら朝飯前だ。かわして進もうぜ、ジョーカシャドウを発見。どうする？正体を見せろ。敵は大慌てだ。パパッとやっちゃいましょう。レッツショータイム。ジョーカー、やっちゃえ。敵が減ってきたわ。押し切りましょう。このぐらい楽勝だよ。この調子で進むぞ。ああ、こりゃ警戒されたな。
慎重に動かないと。アリス様の王国を荒らしたのは貴様らか。アリス様の平穏のためこれ以上先には進ませんぞ。こいつ強敵だ。みんな気をつけて。ケリソナ、ピクシー、シルキー、アンドロス、スライム、モコイ、アルセール、奪え。ジョーカーのスキルがヒット。頼りにしてるね。よっ、センチ招待。アルセール、食らえ。火炎効かないし、こいつ強敵だ。慎重に行け。ジャックランタン、ピクシー、シルキー、アンドロス、スライム、シルキー、スラルゲ。刺激するぞ。ジョーカーの追撃がヒット。城に入れそうだ。王城に潜入したら一気に上まで駆け上がることになる。準備はできてるか？それじゃあ準備が整ったら戻ってこよう。
ら城に入れそうだ。頭上に潜入したら一気に上まで駆け上がることになる。準備はできてるか？よし、行くぞ。よし、潜入成功だ。お宝に似た匂いはこの上の玉座の間から感じる。行くぞ。ロックがかかってるな。解除スイッチがないか探してみてくれ。侵入者だ、捕らえろ。アリス様に逆らう不届き者め。シャドウ出現、囲まれてる。なんだよ、そういうトラップか。よっ、しつこすぎ。エレベーターは動いてる。到着するまで踏ん張って。あっ、下の相手だ。力押しでいける。どう？はずっ。はっ、よっ。恐怖で動けない敵がいるな。連動属性が効果的だぞ。侵入者はここだ。
敵も本気を出してきたってことだな。もうかなり登ってきたけど、屋上まであとどのくらい？あの扉の奥が階段になってるはずなんだけど。侵入者め、王の間には行かせんぞ。アリス様に逆らった罪、その身で償うがいい。シャドウだ。探索は後回し、撃退して。敵の数が多いな。あのクラッカー使えないか。うまくいった。鮮やかに決まったね。こいつ手の愛、気をつけろ。はい、
ペルソナが新技を覚えたみたい。見て見て、新技だよ。また一つ技を学んでしまった。やっと片付いたか。よっしゃ、じゃあ早速乗り込もうぜ。で、開かねえのかよ。この扉から上に行けるのは間違いないんだけど、もしかして外から登れたりしないか。調べてみてくれ。やっ、お、なんとか行けそうか。行けるとこまで行ってみよう。お宝らしき匂いはこの上だ。このまま屋上を目指すぞ。